皆さん、こんばんは、マーティン。ではのミラクルボーイ、キングです。今日は、中部地方と、甲信越地方の道路。まずは、新潟にある、あの道路。北陸自動車道。あとは、長野自動車道。まあ、関越道路も含まれており、さらに、上信越道。東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道、中部横断道、などいろいろな道路あるんです。はい。新潟はまあ、磐梯橋で有名でございます。橋ですね、磐梯橋。あと富士山も見れますし、あとは河口湖も見れます。河津桜が有名な場所です。中部地方はまあ、いろいろあるけど、かっぱ橋長野県にある。あとは静岡県の、 あの富士山だけでなく、いろいろ山梨でも、はい、見れます。中部地方の道路。まあ、こっから行きます。まあ、北陸自動車道からつながって、能越自動車道、中部縦貫自動車道、北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、綾部宮津道路、丹波綾部道路、の前に、さらに、名神高速道路、名古屋阪神、名古屋第二環状自動車道、中央自動車道つながって、東海環状自動車道。まあ、中部地方の道路も確かに、岐阜県のあの、馬込宿とか、あと白川郷があるんです。はい。というわけで以上です。バイバイ。